皆様こんにちは、オーバーウォッチの実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。とりあえず戦績見てみましょうか。現在23時間プレイというところで、ここのところ忙しくてあんまりプレイできていないんですが、まあ引き続いてね、チャキチャキとやっていきたいというふうに思っております。現在一番使っているのは名、特に防衛では名を使っております。あと誰か知り合いと組むときもやっぱりまあ一番使えてると言っていただけてる名にさせていただいてます。で、次いで攻撃の時にはファラ、リーパーと、まあガバエムのファラと即死のリーパーを使っています。シンメトラはまあ勝率はいいんですけども、まあもういいかなと思って、なんか設置してウロウロ歩いてるだけだから、なんかまあいいかなって感じです。そして昨日初めてロードホックを使いました。しかしですね、ちょっと致命的な、弱点がありまして、チェーンで相手を引き寄せるっていうネビラチェーンがあるんですけど、ネビラチェーンってやって引き寄せた後にボタンを押し間違えていつもご飯を食べるっていうね、そういうですね、ハメが結構ありまして、今日ちょっとそれが出ないようにしたいんですが、1回はとりあえずロードホーク使ってみたいなというふうに思っております。あとね、もうちょっとディーバも使いたいですよね。で、あとですね、感度ですね、エイムの感度についてよく質問があるんですけれどもですね、現在水平方向50、垂直を25にしてます。これできるだけ下げたいんですけれども、でも全部をすっごい下げてしまうと、なんて言うんでしょうね、後ろから攻撃されてる時とかに振り向きが遅くなっちゃうじゃないですか。っていうのもあって、後ろに振り向く、だから要はその水平行動だけは速くしてあるっていう感じですね。ただまあヒーローによっても違うのかなと思うんですよ。メイなんかは、まあ、ガバエイムでも結構戦えるから、いいんですけども、ファラとかは水平に関してももうちょっと下げてもいいかなというぐらいではありますね。まあこれは初心者ならではの発想かもしれません。ではやっていきましょう。しかしね、このゲームね、 BGM がいいですよね。マジで BGM がいい。世界旅行行きたくなりますからね。ハースストーンというこのブリザード社が出しているゲームではですね、オフィシャルサイトにサントラがダウンロードできる状態で置いてあるんですよ。ですからね、ちょっとこのゲームもね、そういったことになったらいいなというふうにちょっと思ったりしますよね。戦ってる時っていい曲っぽいんですけど、じっくりとは聞けてないから、多分なんかこう主旋律の裏に隠れる音とかまで聞けてないんですよね。そういうのちょっとね、じっくり聞きたいですよね。ダウンロードお願いします。まあ別にサントラ発売されるなら買いますけど。あ、ウィドウメーカーの、てかウィドウメーカーのおヒップさ、あれわざとですよね。絶対わざとだよ。よし、取れましょう。チェーンしてバシッ、いいですね。で、間違っても食べないと。で、遠距離はこれ、よしよしよし、大丈夫っぽいぞ。こっちから行きますか。よし、目標センターに入れてスイッチ、目標センターに入れてスイッチ。これでもあれですよね、防御体制を整える側はすごい時間があるんですけど、攻撃体制整える側はちょっと暇ですよね。何もすることないからな。この間にできることあったらいいですよね。パパパパパパーン、パッパッパーン。あ、いるいる、人いる。よし、行け、頑張れ、ゴーゴーゴー。来た来た来た、なぜか倒せた。あ、後半なんで死んでるの。あ、いた、タレットか。タレットはしょうがないですから、お任せします。スナイパー発見、タレット発見。え、スナイパー、タレット、てタレットはどう壊せばいいんだろう。いいですか。ちょっと味方いる。え、タレットどこ。食べます。なんかのんびりしてるな。なるほど、鉄壁ですな。あいた、出して、おお、生き返った、すごいな。
みんなのフィジカル。今はですね、エイムがひどすぎましたね。今引き寄せてからの攻撃ミスりました。まあちょっと言い訳じゃないんですけれども、言い訳していいわけじゃないんですけども、タレットの攻撃が人に思えましたよね。いい加減覚えませんとね、体でね。ネビラやりすぎた。食べます。あ、やばいやばい、近い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 、やばい、迷い橋しちゃった。誰から倒そうかなと思いまして、俺は壊すしかないでしょ、死ぬ気で。よっしゃー、あ、また作ってる。おでんこわー。いやー、いいですね、デブでよかった。クモン式、あ、でもなんか攻めてる。何もしてないけど。敵タレットを破壊。お、すごい。はい、します。お、タレット、すごい。そう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 、俺は後ろについてる。ででちょ、無理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 だ。なんかでも多分これロードヘッグっぽい動きじゃないですよね。もうちょっと木陰からピコピコってやらなくちゃいけませんよね。まあでも相手のウルトを食らっちゃったから、まあしょうがないよな。お、でも味方の方が頑張ってくださってますね。よし、じゃあ木陰から、ああいうのをそう一本釣りしたいですね。ウェイ、ちょ、マジか、うますぎる。え、合ってたでしょ今の。あー、でも前に突っ込みすぎか。いや、しかしね、これね、相手の方のザリアがうますぎるっていう噂ないですか。やられそうなのちゃんと見てから撃ってましたもんね。英雄は死なず。いや、すごいよな。英雄は死なずから死なせない。じゃあウルト行くかな。やばい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 。ちょちょ、食べきれなかった。うますぎる。ちょっと待って、これ。いや、自分が下手なのもありますけれども、あのね、ザリアの方にね、キリキリ舞いすぎますよ。あ、間に合わない、負けまーす。頑張れ頑張れ、走れ、走るんだよ。お、もらった。あ、やばい。誰か死んでくれ。てかね、ザリアあそこにおられるとちょっと厳しいですね。え、すごい、この対戦のプランニングがしっかりできてますね。もうだから自分の身を守りつつ、定期的にタレットと共にバリアを渡すと。これトールビオンがバーンと出てますけどもね、はっきり言ってザリアの方うますぎましたね。そういえばタレットじいさん使ったことないですね。あんな感じでレベル2とかになるんだ。これでザリアがラインナップされないのはなんかちょっとかわいそうだな。エピックやりましたね。マジか、2キル7です。いや、きつかったですね、きつかったですね。ちょ、あの方と味方になりたいな。さぞ気持ちよく戦えるでしょう。ちょっと突っ込みすぎなのかな。まあ味方が来るまで待たないといけなかったっていう、そんなシチュエーションだったのかな。
そうですね、ちょっと焦りましたね。足並みを揃えませんとね。じゃあ防衛だと目使いますか。目の防衛はそりゃもうすごいですよ。近づけません。そしてトールビョン、バスティオン、あ消えちゃった、ファラとシンメトラ、名前も大体覚えてきましたね。ヒーローで名前覚えてないのいるかな。ウィンストンだけ危ないですね。疲れてる時にウィンストン誰だっけってなりますね。ゴリラ、豚、猿、キジ、桃太郎みたいなね。でもキャラクターもねどんどん増えてくるでしょうからね。そう考えますとちょっと今のうちにしっかり覚えてこなくちゃいけませんね。ありがとう。こんにちは。あ、こんにちは。どうも。どうも。メイが、まあなんかどうもとか言うのはわかるんですけども、リーパーとかが、どうもとか言うのは可愛いですよね。なんか一応ヒーローのストーリーは全部見たんですけども、まあ、ちょっとリーパーはよくわかりませんよね。なんかもう中は人じゃないんでしょうか、あれ。あれ取ったらウォーズマンみたいになってるんですかね。わっ、赤い車走ってる。ちょっとあれ敵だと思っちゃったりする人いるんじゃないかな。赤はやめてほしいな。出てくる人いないかな。バレちゃったかな今。攻撃チーム接近、目標 A。 来た。となるとた誰も出てこないか。どうする。あ、来た。ちょっいけませんでしたね。はあ、はあはあははあ、うまいな。やっぱああいう使い方ができたらいいですよね、自分もね。よし急げ急げ。あ、プリプリしてますな。ちょっと気になって試合に集中できません。入りましたねこれ。なるほど、これ相手の方のコンビネーション素晴らしいな。全敗ありますよ。足並みを揃えたいな。あ、一緒に行きましょう。もうしょうがない、 A は諦めましょう。目標防衛して歩くの早っ、ロボットだもんな。フワックン、目標が奪われる。目標 B を防衛して、ダダダダ、きついな。そしてあそこにいろいろいますね。3体いるのか、ちょっときついな。できればウィドメーカーだけ倒したいですね。テレポーターオンライン、扉は開いた。ちょっと分かりづらいとこ登んないでくれ。走んの早っ。どこだ。俺の目から言う。わ、ラッキー。やっちまった。俺の目から逃げる。無理、スプリント早すぎる。いや、トカゲに入ればよかったかな。あ、テレポーテーション。ありがとう。お、いいとこに。あのタレット最強ですよ。さあこれ、
しょう。いや、いいですか。マジか、きつ、無理無理、2人は無理。回復取りたかったな。あれ今取れてました。後ろ歩きをしていて、あ、取れてないかな。取られちゃっただけか。もう取られかけてますね。まずいですよ。決まされてるが、自分は前を見ましょう。お、いいタレットですね。あ、怖い怖い。壊れろ盾。テレポーター、さあ、こいつ倒したい。いや無理。あれどうだ。いやきついな。いいですね。あっぷり死ぬとこだった。いっぱい死んだから。あー、まあいいか。なんで英雄は死なないの。味方の人が倒してくれたからよかったかな。まあでもなんやかんや足止めはできましたね。ちょっと、ありがとう。どこにいるんだ。なるほど、きついですね。うわー、ビョロロン。やばいな。マジライン下がったな。これ無理無理無理。マジ連携いいな、相手の方。どうしたらいいんだろう。これはなかなか厳しいものがありますよ。一応相手の方を、いや散らせてもいないな。いやでもここはキャラ変えてもしょうがないんで、メイでいきましょう。さっきウルト無駄に使っちゃったな。やばっ、こっちだわ。倒そう倒そう、こいつ倒せば。いいよ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 、全然いい。これね、マーシーを倒すのマジ大事。いやこれね、自分の働きじゃなかったですね。つかもうなんかどうでもいいや、もう。あ、でもやられちゃったんだ。結構まずいな。いや、あのラインハルト受けたな。コール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 、バスティオン倒してほしいな。プリーズ、みんなが私を頼りにしてる。頼りにしてません。まあ本来ここは
もう少し鉄板なヒーローメンバーがいるはずなんですけどね。これにどう？俺の目から逃げる。いたた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 。倒せないよな。やっぱマーシーが相当嫌ですね。ああもう凍ってるからバレたんですね。燃やしちゃえばよかったのに。失敗しちゃった。アップね。今エムがずれた。ヒヤッとしましたね。無理。で、マジか。やっぱタンクとタイマンなかなか勝てないな。しかしウルトがあるので、これシムトラの方が相当働いてるな。そして近づかれないようにしたい。おい、ここでこいつか。いや、いいタレットだな。ここの5個いいよ。マジでいい。ここに1個、完璧だな。大丈夫か、これは取られてない。シャイ、働いてないけど。はい、当たり、ありがとう。よし。いや、味方が強かったな。いや、もうこれありかきょというしかないでしょう。そう、もうシンメトロの方一択ですね、これね。すげえうまかったな。かなりいいところにゲートも作ってましたしね。しかも結構フィジカルもうまかったな。もう一択ですよこれ。ありがとうございます。本当にあんまり働いてなくて買っちゃって。いやー、持つべきものはいい味方ですね。いや、いいと思います。負けたと思いましたもんね。11キル中です。回復したライフだけ金メダルと。ある意味では不名誉ではありますけれどもね。まあ今の自分としてはね、こういったところも大事にしていかなくちゃいけないのかなという形でございます。いや、うまかったな。ちょっと学ばなくちゃいけませんね。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。